それではですね、3時からのセッションちょっと開始させていただければと思います。次のセッション後半ですね、40分のセッションが3つありますので、ちょっと長時間になりますが、ちょっとお聞きいただければと思います。1つ目がですね、宮崎の方から、左室圧縮と圧縮整形のですね、比較ということで、これもオートデスクユニバーシティですね、先々週にありましたものからの事例紹介と。で、次のセッションとしては、被災の方から材料に関するお話と。で最後に梅山から、モードフローを軸にした、弊社の連携解析という話で3つお話をさせていただきます。でそれぞれもしご質問ありましたらちょっとメモっといていただきまして、最後ですね、3つのセッション終わりしたときにですね、ご質問と Q&A をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、再びオートデスク宮崎です。よろしくお願いします。私の方のですね、セッションはですね、オートデスクユニバーシティで、ご発表いただいた、2つのですね、お会社のですね、発表内容をご紹介します。圧縮成形シミュレーションとして、シュナイダーエレクトリックさんのご発表内容、それと、射出圧縮オーバーモールディング成形品の反り改善ということで、こちらサビックイノベーティブプラスティックさん、この2社のですね、ご発表内容をダイジェスト版でですね、お送りさせていただきます。でまずはですね、シュナイダーエレクトリックさんのですね、熱硬化性樹脂の射出圧縮成形シミュレーションになります。ちょっと画像が良くないのですが、すみません、ちょっとこのまま進めさせていただきます。でこのシュナイダーエレクトリックさんなんですけれども、非常に大きな会社です。フランスの会社なんですけれども、はい、全世界に14万人のですね、大丈夫です、従業員の方がおられまして、そして、24億ユーロですね、非常に大きな売り上げを、誇っている会社でございます。でこちらの方でですね、やる内容なんですけども、イントロダクションとしてですね、この3年の間ですね、シュナイダーエレクトリックさんとオートデスクの方でですね、3D サーモセットインジェクションコンプレッション、3D の射出圧縮成形ですね、それと熱硬化の圧縮成形、いずれも熱硬化のですね、部品なんですけども、そちらのシミュレーションソフトを共同で開発していましたと。今お届けしているシミュレーションソフト、このシュナイダーエレクトリックさんの貢献が非常に大きいということなんですけれども、こちらでやられたですね、実際の圧縮成形でのですね、実験、遮断機のケースというものをやられているんですけれども、そちらの方での実験結果、実験計画を使ってですね、収縮に関連する3つのですね、異なる成形パラメーターの影響を評価していただいたと。これは実機でのですね、実験計画法なんですけども、それに伴って、モールドフロースカンジウム2014を使って、この遮断機のケースの、圧縮成形のシミュレーションを行ったということで、実際のものと、モールドフローの結果を比較していただいた、貴重な結果になります。で、ものとしてはこういう部品ですね。こちらが、複雑な側で、こちらがキャビティ側になります。こういった部品です。で今からですね、実際にこのものをですね、生産している現場のビデオをですね、見ていただきたいと思います。はい、これが実際にこの部品をですね、生産している現場のビデオになります。今ですね、成形後に部品を冷却してですね、今ですね、成形
まあ、金型がですね、開く場面が出てくるかと思います。で、今女性の方がですね、3つのキャリティからですね、部品を取り出しました。で、取り出した後、まあ、キャビティの掃除をしておられます。今材料を投入して成形開始と。大体この成形サイクルがですね、3分ぐらいのスパンがある生産になります。で、その間にいろいろとですね、まあ、オペレーターの方がいろんな作業をですね、この部品に対して行っていくというところですね。まあ、かなり あのバリが出ていることがお分かりになると思います。まあ、多分皆さんが主にやられている車種成形品であれば、まあ、こういうものっていうのはなかなか見れないんじゃないかなと思います。まあ、こちらも結構大きなバリが出てますね。バリ取りをしてですね、日付の判をしていただいてというようなことをやってます。で、こちらなんですね、ちょっと後から関連が出るのでこの辺りの説明をします。こちらですね、この部分の開口部があるんですけども、この部分が、まあ、内倒れしてしまうので、こういったあのゲージをですね挿入して、まあ、いわゆるあの調整ジグのような形で行っています。今抜いてますが、これはもう冷却が終わったものというふうにお考えです。まあ、こういった作業をしておられるということですね。はい、ちょっと画像の調子が悪いみたいなんですけども、まあ、このまま EBA の方は進めさせていただいて、で今取り出されましたと。で、穴が開いてるんですけど、そこにバリがたくさん出てるので、こういったジグで貫通させてあげてます。でまた材料を入れて成形を開始ですね。はい、今ですね、この熱硬化の材料ですね、 BMC なんですけども、こちらを、まあ、それぞれのキャビティに挿入できるように一個一個ですね、切断して準備をしてで、ここで重量を測っています。まあ、質量を測っていますね。で、大体 400g ちょいぐらいのですね、計量を行っています。はい、実際のですね、生産の模様ですね、少し長々と見ていただいたんですけども、ちょっとこの後のですね、説明のためにこれは必要なあのものだったので、見ていただきました。まあ、この圧縮成形の現場っていうのがどういった形で行われているのか、まあ、結構緩い感じで、やられてますけれども、そういったところをご覧になっていただきました。で、この成形品に対して、これから解析をかけているというところなんですけども、まあ、こういったモデルで、行います。キャビ側、コア側の 3D CAD の図形ですね。で、これが断面になります。
で、ここからが、モールドフローでの圧縮成形のですね、準備、モデリングなんですけども、まずは、こちら、初期計量と呼ばれるですね、材料になります。女性のオペレーターの方がですね、無造作にキャビティの中に入れておられましたけれども、こういったモデリングをします。そして、圧縮要素の製品部ですね、こういった用意をしていただいて、でこちらが、モデルとですね、この初期計量との位置関係になります。今ですね、 Z 軸方向に100ミリ離して、モデル空間上に置いてますけども、この100ミリっていうのは別に重要ではないと。でただしこの XI 平面上のですね、ポジションっていうのはこの重点のバランスに非常に重要ですと。これがずれてたりすると重点パターンが変わります。でこちらがですね、現実に近いような絵を描いていただいているんですが、下側に、樹脂を投入して上からこう圧縮していくという様になります。でこちらが、モールドフロー上でのインプット内容になります。まずは金型の温度ですね。こちらは実際の金型温度、177度で、材料に関しては、先ほどの現場で予備加熱をしているみたいです。32度になります。で、この画面がですね、圧縮工程を表してまして、 Z のマイナス方向に圧縮しますと。で、圧縮の時間ですね、これが金型が閉じている時間なんですけども、3分、これがサイクルタイムになります。でこちらが、圧縮のプロファイルですね、圧縮の速度と距離になりますけれども、コアの半分までだいたい到達した時点ぐらいで材料と接触すると、こういった設定になります。そして材料ですね、こちら熱硬化性樹脂の BMC になります。で金型材料はスチールですね。こういった設定で解析をしていきます。でこれが樹脂が充填されている最初の画面ですね。初期計量が製品の上面まで引き伸ばされるということで、はい、これが XY 平面上上の方から見たものになります。で実際にですね、これ穴は開いてないんですけれども、この CAD モデル上に穴が開いているので、こういった形に投影されてしまうと。でもしこれがですね、嫌なのであれば、実際のですね、成形品、ビデオで見ていただきましたけども、穴が開いていてもですね、バリでですね、薄い膜ができていたりします。ジグで取ってたりしてたんですけども、そういったところを再現したければ、むしろこの部分、モデルに膜を張ってあげると、閉じた状態にしてあげると、いうことも一つの手ですね、といったことをシュナイダーエレクトリックさんの方では言われています。でこちらが、いわゆる充填パターンになります。でこの充填パターンの部分、初期計量の部分だけをですね、抽出してアニメーションにしたものがこちらになります。こういう充填パターンを示しますね、ということですね。じゃあこれ実際に、ショートショット、圧縮の途中でですね、その材料を取り出して見たものと少し比較してみます。まずこれがですね、本当に圧縮の初期段階、コアの部分が、樹脂に接地した時ですね。その時点で成形をやめて取り出したと。これ横から見たところです。でこれが、その裏側ですね、この成形品のこちら側のキャビ側の形状を転写した部分です。こんな風になってます。で、この辺りからですね、リブの充填が始まっていきますと。で、それが進展していって、こんな風に圧縮してキャビティの形が転写されますと。こういう状況になってます。これが、そうですね、最後ですね。でこちら側が、バリが出てるんですけど、こちらまだ、ショートショット気味と、こんなシチュエーションもあるということですね。で、皆さんがやっておられるような、モールドフローと、ショートショットサンプルを比較するなんてことをやってます。で、普通の熱可塑性樹脂の射出成形でいくと、例えば、
まあ、こちらはすでに充填されてるけどうちのショートショットはまだだねなんていう話になってちょっと合ってないんじゃないっていうことになるかとは思うんですけれども、このシュナイダーエレクトリックさんの評価としてはすごく よく合ってるねというふうに言ってくださってます。で、この前提としては先ほどビデオを見ていただきましたけれども、まあ、あの女性オペレーターの方がですね非常に無造作に何の考えもなくですねあのキャビティにあの材料を突っ込んでましたよね。でモールドフローの方は、ちゃんと形を整えて XI のポジションを整えてなんてことをやってますので、やはりこの初期計量の形状自体がそもそも違っているというようなところを鑑みると、まあ、あの非常によくやってるんじゃないのっていう話になってます。で、シュナイダーエレクトリックさんの方で今度はですね、あのそうですね金具でですね収縮を補正してましたけれども、そのあたりの、実験というのを実験計画を使ってやられています。でこちらですね3因子で3水準の実験をやって、まあ16個の、実験を行っています。でこちらですねこちらが、はい、コンプレッションスピード射出、すいません圧縮スピード、次にディレイタイムとありますけども、これは金型の中に材料を投入して、遅延させておくための時間ですね、予備硬化させる時間です。それと金型温度、それぞれ3水準、3因子でやっておられます。で、この実験にですね、これらのパラメーターは選択されてないというのが、圧縮力とか硬化時間とか、材料の質量重さですね、これは、含まれてないと。つまり、材料 その重量のばらつきとかはですね見てないということですね。で、測る部分なんですけれども、この後のプレゼンに出てくるのは AB の間の距離です。で、開口部上の部分とその根元の部分、それと全長ですね AE、 これがですねフォーカスした形で出てきます。でこちらがですね測定寸法になります。でもともとインチ表示でですね よくわからないので私はあのミリ表示に変換しました。でこのグラフなんですけども、横軸が実験のナンバーを示します。で縦軸が AB 間トップ製品上面のですね、寸法を表しています。でここ読みますけれども AB 間寸法ですね、こちらは110.97 から 112.42 までの間で変化しています。で金型寸法 113.13 なんですね。で収縮率は 0.6% から 1.9% の幅があると。でこの材料のですね推奨収縮率ってのが 0.2% なんですね。なので、その収縮率設定収縮率に対して、3倍から10倍のですね収縮が起きているということですね。いわゆるまあ変形が起きていると、大きな変形が起きていると、見た方がいいと思います。なので、このオレンジの中ですごくあの寸法がばらついています。例えば、1つのですね、あの成形条件の中でこんだけのばらつきがあるんですね。条件1は3つ N 数があるんですけども、こんだけばらついていると。で、結構そのばらつきが大きくて、その条件間でのですね、あの中でもばらついていると。いうようなところが見て取れるので、これ残念ながらですね、収縮を最初にするプロセス変数に関して、結論を出すことは困難だというふうに、まあ、あの結論出されています。ちょっと時間的に間に合わなかったのかもしれないですね。で、もう一つ、このLAN16ですね、この実験、これ5ショットでやってるんですけども、この5ショットの中でもこの製品上面のですね、寸法のばらつき 0.5 ミリぐらいありますということです。で、シュナイダーエレクトリックさんの方から、出てきたですね、まあ、これがこのばらつきの原因なんじゃないかなっていったところなんですけど、まずは、キャビティでの材料の質量とセット位置のばらつき、あのビデオで見ていただいた、通りなんですけども、まあ、結構ばらつきそうだなと思います。それと圧縮力のばらつき、それと測定しているこの製品上面なんですけども、いわゆる充填過程圧縮の過程の一番最後の場面なんですね、そこが一番急激に変化するところになるかと思います。最後の最後に形がぐっと、押し付けられて変化をする、まあ、そういった大きな変化の中でですね、変形のばらつきが起こっているんじゃないかなと。ですので、まあ、
その質量のばらつきとかセットのばらつきプラスこういった最後の変化、大きな変化が起きるところで、ばらついていると。で今度は AB 間底面ですね、根元の寸法、実はですねこれ安定してます。111.79 から111.96 で、金型寸法は 112.17 ということで、この材料の目標収縮率 0.2% に対して、現状のですね根元の寸法っていうのは 0.2 から 0.3% ということで、まあ目論見通り、若干高い程度ということで、ここはすごく安定しているということですね。でもう一つ前兆側なんですけども AE ですね、これも製品上面なんですけども、こちらの方も安定しています。 164.36 から 164.67で、金型寸法は 144.67 ということで、全く収縮しない 0% から 0.2% の幅があるということで、まあ、こちらもばらつきとしては非常に少ないというところになります。なので、開口しているその製品充填末端のあの、先端の部分ですね、その部分がすごく変形しているということで、ここでモールドフローが出てきます。でこの部分の変異量を見てるんですけども、反りが 0.28 ミリになってます。で実測値は 0.43 ミリ、これ皆さんが扱っている製品ではいやモールドフロー半分ぐらいしか当たってないじゃないかって言われると思うんですけども、ここに関してもノシライダーエレクトリックさんは、まあ、かなりいい結果ですねっていう評価をいただいてます。なぜかというとやはりこの実測値そのものもばらついているというようなあの感覚ですので、もし厳密にですね、比較しようと思えばかなりシステマティックにあの冒頭で見ていただいた作業自体を変えていかなきゃいけないといったところになるかと思います。でまとめなんですけども、まずモールドフロースカンジウム2014で、熱効果の圧縮成形解析を行って、実験と比較を行いましたと。でモールドフローの圧縮成形の充填パターンのショートショットはよく合ってたと。で DOE から収縮の変化ですねがデザインパラメーターの中に広く点在してしまって、まあ、反りを最小にするプロセス変数に関する、まあ認識知識結論というのは得られなかったと。で測定された寸法ですねは材料推奨値の10倍を示しているんですけども、解析で予測された寸法は、まあ、ほとんど合致したという結論、発表をいただいております。でこのプレゼン、まあ、発表内容から言えることっていうのは、まあ、その現場のプロセスっていうのはいろんなファクターから成立していてですね、特にこの圧縮成形というプロセスの中ではさまざまな外乱というのが起きやすいということですね、まあ、こういった現場の成形というのに、まあ、触れられたんじゃないかなと思います。じゃあ、2本目ですね。2本目が、サビックイノベーティブプラスチックスさんの事例になります。こちらは射出圧縮もオーバーモールディングの成形品反り改善ということです。でサビックプラスチックさんはですねサウジアラビアの材料メーカーで、こちらの発表していただいた方はインドのですねサビックの従業員の方です。でこのクラスのサマリーと目的なんですけども、まあいろいろありますけれども、ここで言いたいところっていうのは、まあ射出圧縮成形っていうのはどういう特性を持っているんでしょうか、どんなものなんでしょうかといったところをですねご紹介するような内容になるかと思います。その事例として、まあ反りの DOE 解析というのが入っています。じゃあここでですね従来プロセスと射出圧縮成形のですね違いみたいなところにフォーカスしていきます。まず皆さん十分にご存知かと思います。閉じた空間にですね樹脂を入れていくという工程になります。で、保圧保持はスクリューバレルシステムで行われます。で製品部を通してですね圧力工具が比較的大きいです。で製品部の末端まで圧力をかけるのは結構難しくて高い圧力が必要になります。まあ、例えばオーバーパックするとその高い残量力と分子配光が発生してしまう。で、片や、
斜視差縮整形なんですけれども、はい、こういった形でですね、まあ、いろいろやり方はあるかと思うんですけれども、パート全周のシーリングということで、まあ、樹脂が漏れないようなあの加工精度が求められるかと思います。でここに、樹脂を流し込んでいくということですね。で、まあ、広い空間の中に樹脂を流し込んでいく、で圧縮するということで、まあ、あの大抵はそのキャビティの体積よりもですね、多め、まあ、110% とかですね、そういった多めの材料が必要になります。で製品部を失礼、製品部へ放圧力を、まあ、圧縮力によってですね適用することによって、まあ、均一性を保てるというメリットもあります。でその続きなんですけども、まあ圧縮ストロークっていうのは、製品部の充填と収縮の補填に、まあ、使用される、まあ、保圧の代わりですねに使用されるなんてことがあります。でこのですね斜視圧縮成形のプロセスを、まあ、成功させるためには結構いろんなことを考えなきゃいけないですよって話になります。まずあの金型設計の互換性ということで、まあ、ツーショットのですねロータリーテーブルを、認識した形での金型設計、これかなり複雑だと思います。それと、まあ、先ほどありましたけれども垂直シーリングですね、そういった加工精度を考慮しなきゃいけない。それと、まあ、成形機、これも複雑になります。そのコントロールも後から、まあ、あの一例をお見せしますけれども、圧縮過程のコントロールも様々です。で、プロセスの理解ですね、プロセス因子として、圧縮スピードとか圧縮の、距離、ギャップ、あるいは、圧縮の力、それと製品設計に対する、まあ、知見、工夫などが必要になります。で、その斜視圧縮成形を使うメリットですね、これどこにあるのかというところなんですけれども、まあ、製品でのメリットとしては、はい、まあ、低い残留力と分子配光ということで、まあ、光学特性を良くすることができます。まあ、具体的に言うと、副屈折に対して非常に効果があるということですね。あと、反りが少なくなるなんていうメリットがあります。それと、プロセスでのメリットなんですけども、型締め力が非常に少なくて済みますと。まあ、少ない、成形機でできますと。あるいは、射出圧力を少なくできます。あるいは、ベント性。空気の抜けが非常にいいです。こういったメリットがあります。で、典型的にですね、使われている適用品としては、はい、自動車のガラスですね、パノラマルーフ等ですね、それと大きな製品、広い製品ですね、フードとかサイドデフレクターとか、そういったものに適用されてますし、光学製品としては、CD、DVD、あるいはブルーレイ、レンズですね、こういったもの、または、超繊維高強度製品ですね、はい、超繊維樹脂、ガラス繊維が入っているものですね、その他、インモールドの加色、あるいはミクロナノ転写などに、使われますと。ただし、いいことばかりではなくてですね、金型あるいは成形プロセスが非常に複雑になります。で金型と成形機のコストが増えます。またですね成形機のコントロールも難しいですし、製品の特性ですね、これも難しい検討項目が必要になってきます。あとは金型寿命ですね、短くなりがちということですね。でここで、まあその複雑な斜視圧縮のプロセス、まあ、どんなものがあるのかといったところをですね、ご紹介していきます。まずは、まあ、シーケンシャル斜視圧縮ということで、こういうことですね、斜視完了で圧縮して閉じる、まあ、順番に斜視した後に圧縮しましょうというのがシーケンシャル ICM。次に、同時 ICM ということで、射出中に、樹脂を圧縮していく、まあ、こういうパターン
で、あとブレス ICM ということで、樹脂を射出すると、まあ、それに応じてコアがフリーにこう後ろに戻ってしまうと。で、VP 切り替えの後に圧縮がスタートされると。まあ、こういったところを見ていくと、いろんなですね、動作が可能になってくるんじゃないかなと思います。で、それに対応して品質が変わるとなると、さまざまなですね、検討項目が必要になってくるんじゃないかなと思います。それと、まあ、物事をさらに複雑にしてしまうんですが、はい、ツーショットの、ICM 射出圧縮設計、先ほどですね、私一番最初の、プレゼンの中で新機能のところで話をしましたけども、1ショット目に射出圧縮をして、で、次にオーバーモールドするなんていう話がありましたけども、そういった、2回射出してですね、1つのプロセスで圧縮、あるいは両方圧縮なんていうことが、できるわけですね。で、2つの射出ユニットを持って、こちらとこちらに持って、真ん中に、スイベルプラテンがあって、金型を回転させると、まあ、ファーストショットを超えるようなセカンドショットのオーバーモールドなんてのも可能になってますと。で、こういった複雑なコンポーネントの利益を引き出すためには、やはり製品形状をいろいろ考えなきゃいけないんですよね。で、製品の一体化、あるいは機能形状の追加ですね、ラッチとかポスとか、あるいは補強形状を考えてあげる、あるいは、すごくきれいな製品を作るために、外観品質を要求されるような、セカンド材料のオーバーモールドをやってあげる、まあ、こういったことをやっていく必要があるでしょうということで、ここでやっと、はい、モールドフローの話になります。で、今回は、まあ、新機能ですね、射出圧縮とオーバーモールドの、解析をやっていただいてます。で、ファーストショットが、ICM、射出圧縮をして、で、セカンドショットで、それに乗せていくというものになります。で、最終形状品はこちらですね、まあ、このファーストショットの部分が透明ですので、これが、不透明、まあ、こういった製品になります。で、材料なんですけども、ファーストショットポリカーボネートでレキサンという材料です。で、セカンドショットのオーバーモールドで、これはサイコロイですね。で、セカンドショットのオーバーモールドの時には、ファーストショットの、この板がですね、まあ、80度であることを考慮しますと。で、典型的なプロセスパラメーターとして抽出されているのが、樹脂温度、金型温度、まあ、射出時間になります。それと、充填の体積、それと初期片開き量で、圧縮スピードプロファイル、型締め力限界などがあります。で、充填体積なんていうのは、まあ、使用樹脂量につながります。で、あと圧縮のスピードプロファイルはですね、圧縮の速度ですね。で、型締め力限界というのは最大型締め力につながっていきます。で、インサイトの方で、そのプロセスを、まあ、このインサイトというのは、商品名というよりは、分析というような意味になるかと思うんですけども、DOE のスタディをやっていきます。で、実験計画法なんですけども、まあ、皆さんご存知のようにですね、要因がどのようにそのプロセスと出力に単独または組み合わせで影響を及ぼすかといったところを見てあげるんですけども、今回実験計画法で先ほどの射出圧縮プラスオーバーモールディングの成形品に対して、まあ、解析を行っています。で、因子数が4つ、各因子の水準を3つにしています。で、出力 Y ですね、これを最小の反りにするような、その X の組み合わせなんですけども、X の1、これが片開き量、X2 が充填体積で、 X3 が、圧縮スピード、そして、圧縮スピードを、発生させているというかに対応する距離、この4つのですね、因子になります。
で、それぞれ4つの因子に対して、まあ、数字を入れてますけども、3水準で解析を行いました。でもう少し説明が入りますけれども、射出圧縮のフィードシステムですね、ホットランナーのマニホールドから、コールドランナーに渡していると、どちらも、ホットランナーとコールドランナーを経てですね、キャビティに樹脂を充填しているということですね。で、樹脂温度、金型温度、まあ、それに影響しそうなところなんですけれども、樹脂温、片温、射出時間、最大形締め力、これは、まあ、条件的に固定させていただいています。で、モールドフローのインターフェースへのインプットなんですけれども、片温、樹脂温、射出時間は、固定です。で、VP 切り替えの時の、樹脂の体積ですね。まあ、普通の射出成形をやっているお客さんであれば 99% とかそういった数字を入れていたりすると思うんですけども、ここでは 100% 以上の材料になっていたりします。これが充填量ですね。で次に圧縮の画面ですね。圧縮の条件設定の画面なんですけども、こちらの方で片開き量、それとここで圧縮のプロファイルなんですけども、圧縮スピードとそれに対応する距離になります。まあメインはこの部分ですね。でこれが DOE プロセスへのインプットのところなんですけども、まあ、ちょっと英語で細かくて見づらいかと思うんですけども、まあ、DOE の画面の中で4つの因子にチェックを入れて、それぞれ水準を入れてますよですね。はい。で、ここから解析結果になります。で、こちらが、通常成形での、解析結果になりまして、充填時間が、まあ、2.15 秒になります。で、VP 切り替え時の圧力が37メガパスカル。で最大圧力が VP 切り替えの時の圧力が最大ですので37メガパスカルですね。で型締め力が49トンになります。先ほどの射出圧縮のですね限界値を25トンにしてましたので倍ぐらいになってますね。でこちらが射出圧縮成形の解析結果になります。まあ、標準のですね解析結果だと思ってください。でこちらの方で充填時間が 8.8 秒ですね。で最大圧力が22メガパスカルなので37メガパスカルに比べて、まあ、圧力低下、まあ、40% ほどということで、型締め力は先ほど、50トンぐらいになってましたので、こちら25トンが、1000円値ですから、50% ということになります。はい。で、こちらソリです。一番関心度の高いものですね。で通常の成形でいきますと、最大変異の方が 4.5 ミリです。で射出圧縮成形でいくと最大変異が2ミリちょいになってます。なので、まあ、倍ぐらい通常成形の方は、まあ、沿っていると、いうことになるんですね。で、DOE の結果になるんですけれども、これが、それになります。まあ、応答局面のプロットをですねいくつかこう貼り付けて、順番に、出しているんですけども、応答局面の見方なんですけども、この軸が、ソリの量です。でプレスの圧縮スピードの、まあ、小中大でプレスオープン速度の小中大というような見方をしていきます。で、この解析結果なんですけども、まあ、ログの方にこんな風に出てきます。はい。で、解析、何十解析かやってるんですけども、その中で、ソリのレンジ、一番悪いものというもので 0.5 ミリから 2.1 ミリになりましたと。で、一番ですね、少ないソリの 0.5 ミリのパターンというのは、この条件ですよというのが、まあ、出ているわけですね。で、この組み合わせというのが、こういった組み合わせないし、黄色の四角の枠で囲まれているのが、まあ、いい条件と思われるものということで、
まあ、あの通常の射出成形とはですね、全然違うファクターでですね、反りを見ているんですけれども、レンジが結構大きく開いているということでですね、まあ、例えば、充填の体積とか圧縮スピードなんていうのは、通常の射出成形には絶対出てこないところなんですけども、こういったところがですね、やはり検討項目に入ってきます。で、今までですね、射出成形に普通の射出成形に慣れている方であるとなかなか、とっつきにくい概念だったりすると思いますので、まあ、例えば DOE なんていうのを使うとですね、非常に分かりやすく、あのどの要因が効いているのかなんていうのが、見えたりするんじゃないでしょうかと、いうことでですね、まあ、以上でですね、私のですね、この発表も終了させていただきます。で、2つですね、圧縮関連のですね、結果をご紹介させていただきましたが、まあ、結構このあたり、オートデスクとしては開発に力を入れているところなので、ぜひあのご興味のある方はですね、あのお試しいただければと思います。まあ、以上で、終了させていただきます。